幸せを訪ねて、私は行きたい。茨の道も、いてつく夜も、二人で渡って行きたい。旅人の寒い心を、誰が抱いてあげるの？盛る私のこの愛、あなたにだけは分かってほしい。絆で私を包んで、ハンドバイハンドラボ。さあ始まりました、オーガスタハンドバイハンドラボ第6回。どうも松室誠也です。浜端洋平です。さあ6回目ですけども、いや僕思ったんですよ、はいはいはい、いい、あの前回のね、はい、収録の時に、はい、僕がね何気なく、いやもう何回目ですかと、はいはいはい、5回目だったんですけどね、うん、前回は台本に何回目って書いてなかったもんやから、いやもうすごい数やってますよみたいなことをね、うん、松室くんが言ったわけですけども、はいはい、それを受けてか、ここの台本にですね、今回第6回ってバッチリ書いてますね、今回は第6回でございます。第6回ですよ、まあ、ずっとやってますが、もしかしたら今日の曲が一番難しかったんじゃないかなと。いやほんまにそう、なかなかこう、なんかこう曲の難しさっていうよりかは、やっぱこう出来上がりきってるものをどうやってカバーさせてもらうかっていうのが、うん、いやー、ね、かなりね、悩みました。そうですよね、うん、まあ、いつも通りもう洋平さんにプロデュースしてもらいつつ、はい、いやいやいや、でも結果なんかね、今見てもらいましたけど、いいのができたんじゃないかなと。そうですね、まあなんか、はい、でもなんとなくこうするしかないよなという方向ではあったので、そうですね、まあ、それがちゃんといい形で取れたんじゃないかなと思います、改めて今回の曲は京子×王の友字、炎の宝物ということでございまして、炎の宝物やで。そうですよ、そう、それをこう、まさか ね自分で歌わせてもらうことになると。そうですよ本当に。いや、ということでこの番組はですね、毎回取り上げた楽曲について僕と平さんが気になったことをその曲の歌い手や制作者に直接ぶつけるというコンセプトなんですが、はい、今回もズームを使いまして、なんと京子さんが直接答えていただけるということでございます。何いや、まあね、知ってたと思うんですけど、はい、ありがとうございます。最高のね、リアクションしていただきまして、いろいろ伺っていきたいなと思います。はい、今回もね、密を避けてのオンラインという形で、はい、そうですね、やっていこうと思いますが、はい、もうできる限りね、たくさん伺っていきましょう。はい、というわけでオーガスタハンドバイハンドラボ第6回、お楽しみください。オーガスタハンドバイハンドラボ、早速お呼びしましょう。洋平さん、ご紹介お願いします。了解でございます。何卒お手柔らかによろしくお願いいたします。京子さんです。あ、どうも、青野ゆじです。紹介したんで京子さんに今日はちょっといろいろ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしく。最近どうですか、ね、いかがお過ごしですか。めっちゃざっくりとした質問をいきなり投げてそろそろオーキャンの、ね、ゆうこちゃん、うん、それは言っていいんだよね。ゆうこちゃんとちょっと相談し始めてる。
ゆこちゃんとやるっていうくらいは言ってもいいよね。まあ、あのバンドでね、ゆこさんいらっしゃいますんでね、はい、で、まあ最悪言ってあかんっていう判断が あった場合はバッサリカットになりますから、はい、問題ないと思う。去年の夏っていうのは結構みんな面食らってというか、どうなっていくんだっていう中で、まあそれぞれの夏を過ごしていったわけだと思うんですけども、まあそれを経てのまあこういう風な世の中になってから2回目の夏なわけじゃないですか、うんうん、だから結構それぞれの過ごし方ってもうなんか決まってきてる感じが実はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ひょこさんはどんな夏をお過ごしでしょうか。5月に延期になったビルボードライブがあったので、うんうんうん、なんかそれに向けてずっとやってて、終わってから長野県の、うん、あの星空が一番綺麗な場所というところ、星空が一番綺麗な場所、うん、そう、すごい園原っていうところに行って、うん、千歳とね、ちーちゃんとライブやって、うん、あの天然のプラネタリウムだから、あのライブ、そうライブもできたけど、なんか唯一の夏休みの思い出だったかな。なんか建物とか山の1400メートルぐらいの山の上なんだけど、うんうん、もうさあこれからもう移動ができなくなるくらい真っ暗に漆黒の闇になってしまうので、ありますね山は、うん、定位置についてくださいってついて、みんな芝生に寝転がって電気バーン消えたら星空がブワーッ、あ、会場の電気全部バチンって消すんや。そう、あーすごい感動的な演出やな。さあすごいですね。オーキャンでやりたいな、それ。それおね、どこに頼んだらいけるんか、電気消してとかね。ね、花火を上げるのも一つだけどね、うんうん、あの確かに逆に明かりをバンって全部ね横浜中のね。さあ、まあこういったね、最近のお話も伺っていきたいところなんですけども、まあハンドバイハンドラボでございますから、うん、やっぱりね、うん、炎の宝物、ね、この曲についてねちょっとお伺いしていきたいなと、はい、が京子さん、もう大変恐縮なんですが、ご覧いただけたのでしょうか。もちろんです。 ありがとうございます。どうなのどうなのって、もうすごかった。なんかね、2人ともピアノも弾けちゃうじゃん。だからさ、意外にピアノの連弾とかすんのかなとか、あーなるほど、いろいろ思ったのね。いやもう正直最初にせいやとどうしよっかって相談した段階でピアノは無理やと。そうですね。でもね、あのギターのアプローチがなんか切なさをよりまして、うん、男性であの女心を歌うっていうのが結構キュンときて、あとあの誰が夢を叶えてくれるをハモったじゃない、うんうん、あれがまた、あ、ハモリもいいなぁと思ってて、後半の炎と燃え盛る私のこの愛でさ、うん、あなたにだけは分かってほしいのとこさ、うん、ハモリを入れたくなっちゃって何回も見て何回も歌って何回の時には私の声も使っていやメインが今日もいやでも難しいよねあの歌ね。そうなんですよね。だから聞きたいことがまあいろいろあるんです。いっぱいあるんですよ。ちょっと一個ずつ、はい、一個ずついきましょうよ。そうですね、まずそもそも、うん、まあね、大野さんとしかも炎の宝物をやるっていう、それ決まった経緯、あるいはそれが決まった時の心境みたいなってどんな感じでしたか。一番初めは大野先生が大笠キャンプに、はい、出られた、はい、で2000何年だっけ、3、4年前かな。3、4年前、そうですね。で、その時に、うん、せっかくだったらこうセッションしますかみたいな話になって、うん、で炎の宝物をやったのが最初かな、うん、でどの曲をやりますかみたいなのがあって、うん、なんか私はアルパンだぜみたいな、うん、ちょっと笑いもあるような歌がいいななんて思ってたんだけど、うん、いやって言って炎の宝物でバシッと決めましょうみたいになって、うん、ちょっと軽いノイローゼになりました。なんでやね。それはやっぱプレッシャーみたいなことですか。そう、どうやって歌っていいのかっていうのが見えなくてずっと、うん、でも本当に歌い方が決まったのはやっぱ人前で、それまですごい練習して、はいはい、こんな感じかなってやっと掴めたけど、はいはい、いつも思うのはライブで、うん、歌っていうのは人の息がかかると
完成するっていうか、みんなが受け止めてくれてる中で歌えてくるっていうか、ずっといろんな形でアプローチしてたものの集約されて、この方向性、この方向性みたいな、だから実際ハンドバイハンドのレコーディングの時 には結構もうそのまんまをストンと歌えば大丈夫かなって思ってたら、先生が譜面を2つ用意してくださり、うん、でもさ、せっかくやるんだからさって言って、なんか譜面を強固 A、強固 B バージョンまた新たに起動してきてて、せっかくだからやっぱり新しい方がいいよねって言われて、いやもうそう言われたらはい B、B ですないじゃん。イントロもフリーなわけ、先生が、うん、なるほど、ジャズだから先生、うん、でさ、え先生すいません、あの何小節で歌って言ったら、大丈夫、歌いたくなるからねって言われる。それ緊張感あるな。そうで毎回違うのよ、いいテイクだったね、うん、でももう一回やろうみたいになって、それまた違うことが惹かれるってことですよね。でちょっとそうか、毎回違うんですね。で後ろの、歌中の後ろのコードがなんて言ったら、何、私はコードのことよく分かんないけど、うん、ちょっとこうぶつかってるようなさ、はいはいはい、いわゆるジャズな感じですよ、だから感じが、えってえって気を取られるとなんか歌が変になっちゃったりするんで、うん、どんなのが来ても歌うみたいに、でもなんかふっとした瞬間にガツッてはまったのがあって、うん、そういう瞬間が訪れる、それがまあ音源になってるっていうこと、ね、そう、でもそんなにテイクは重ねなかったね、うん、オーガスタハンドバイハンドラボ。いやなんか僕はそのまあ、今回カバーさせていただくにあたってめっちゃガシ聞きしたんですけど、いわゆる、うん、京子さんこの間のバイオレットっていうアルバムのザ・デイズ、はい、幸せをどうか、あの曲のなんか温度にちょっとなんか僕は近しいものを感じたというか、うんうんうん、なんかこうそんなにメラメラ燃え上がってるわけじゃないけど、実はすごく温度の高い青い炎みたいな、うん、なんかねすごくね、うん、静かだけどめっちゃ熱いみたいな、その温度感がね、あのアルバムの京子さんってやっぱり近しいものがあるなと思って、うん、そうだね、だからあの大野先生とピアノで一本でやって、で私あんまりピアノ一本で歌ってる曲が結構少なくて、うんうんうん、でバイオレットの新しいアルバムの時もやっぱりちょっとそういうのを増やしたいなと思ったり、でも大野先生とのあのスリリングなレコーディングで、なんだろう、いろんなことをこう教わったっていうか、レコーディング苦手だから、もうそうなんですか、もう本当に苦手なの。へ、私はすごい練習して朝もウォームアップして、うん、もうスタジオにいる時間が極力短くって、うんうん、もうやりにぎゃーみたいな、でそこで微調整とか入るとめちゃめちゃ不安になっちゃうんだけど、うん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 、大野先生はなんかこうそこの旬を刈り取るのがうまいよね、うんうん、無駄に、うん、何回もじゃなくて、あこの瞬間がいいねっていう風に、いやでもやっぱジャズの方ってのはすごいですね。オーガスタハンドバイハンドラボ。京子さんから見た、まあ、一緒にこうレコーディングしてとか、うん、まあ、そのライブで歌ってとかもそうですけど、まず、うん、人柄としてどんな人ですか、大野さん。多分ね、それは結構わからない人は多いと思うんですよね。やっぱもうすごいレジェンドっていうイメージしかないので、うんうん、あのね、実はめちゃめちゃお茶目な、うん、お茶目な紳士かっこいいな。で、まあ、食べることとかすごく大好きで、うん、あそうなんや、うん、千匹屋のメロンババアロマ、そう、美味しいのみんなでこう食べようっていう感じで、あと話が面白いですね、うん、僕ね、ラジオの番組でインタビュー一度させていただいたことあるんですよ。で結構2週にわたるロングインタビューになったんですけど、かなり面白かったですね。その、やっぱそのね、千匹屋のメロンババロアがとか、そういうそのプライベートな部分にはまだそこは踏み込めなかったんですけど、もう完全にその音楽についてのお話の中にももうすごいユーモアもあって、
って言う時はズバズバ言わはるし、うん、でもそれをこうなんていうかなそのきつい感じに全然持っていかれないというか、うん、必ず笑いにもうか引っ張り返してくださるし、うん、何よりも音楽に対する造形の深さが、ね、凄まじすぎて、うん、2週では収まらないなって思いましたけどね、ずっとお話聞いてたなと思いましたね、うん、面白い、うん、だからだんだんほら先生との距離が縮まってくるじゃん、うん、でさずっと大野先生って呼んでてもあれだなと思うからさ、まさかまさか言ったんすか。レコーディングの時結構テンパっててめちゃめちゃ緊張してたんだけど、うん、なんかこう雰囲気が柔らかくなりますようにって自分が柔らかくなればいいことなんですけど、そっとマイクに向かってゆうじくんって言うことえどうでした。え、そうめちゃめちゃスルーされててその後結局先生に戻っちゃいましたけどねもう心折れたんですよ京子さんの呼ぶのにもう 120% の力使ってゆうじくんって呼んだのはあれだ、愛を歌うのレコーディング時だ、大賀さんの、でそれであのスルーされたのでそのハンドバイハンドの中のその炎の宝物の2人だけのスタジオの時に今度ユージって呼んで呼び捨てにした。それはどうだったんですか。どうでした。んって見た。でもちょっと笑ってくれたよ。ああよかった。受けてたんですね。そう。ちょっとまあ照れもあると思いますよね。ねなかなかよそんなに呼ばれ方することないと思うから。びっくりしたんでしょうね。ね。そう。くらいの方がいい。なるほどね。オーガスタハンドバイハンドラボ。なんかその歌うときにそのなんか結構こうバンドの中で歌うのとそのピアノ一本で歌う、あるいはギター一本で歌うとか、なんかそういうこう明確な分け方みたいなのが京子さんの中であったりするんですか。気持ち的にはしてないけど、うんうん、でもなんか自然にこう変わってきてはいるんだろうなっていうのはあるかな、うん、なんかあのその先生のピアノとせーのでやった時、要はクリックって言ってテンポが一定のものを聞いてないから、うんうん、そっかそっか、私はクリックを聞いた方が後でどうにかこうにかって思ったんだけど、確かに、そう先生が初めだけクリック聞かせてって言ってトントントン、うん、はいって言ってもうあとはもう自分のグワッとテンポでいくから、すごいな、だからそこの波にいろんなびっくりもしてるけど波にうまく乗っていこうみたいに、だからそのリズムをキープしている明確な何っていうよりもこう波がこうブワッと来てる、うん、なるほどね、その波にいかに乗っていくかっていうのはなんかこう自然にやってたのかなって、うん、いやもう一発撮りの緊張感ね、めちゃくちゃ伝わってきますからね本当だよ、僕もうなんだろう、その映像を見ててももちろんそうなんですけど、今の京子さんの話を聞きながら手汗がすごいんですけど、わ、うん、かりますわかります、まね、もう本当私話してても自分で思い出してきてというわけでたくさん手汗の出る緊張感のあるお話をね伺えたんじゃないかなと思います、本日は京子さんに、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。オーガスタハンドバイハンドラボ、さあということでそろそろお別れの時間でございます、あびっくりした、びっくりした、早い、ヘッドホン投げそうになりました、今ほんまにして、京子さん今日はありがとうございましたありがとうございました。ハンドバイハンドラボこんな感じでやっていますが、今日いかがでしたでしょうか。なんか改めてこう、うん、いろいろ話せて、そうですね、自分で再確認してした感じでございますね、ハンドバイ。そうですね、いやでも本当にね、こう改めてもっとあのアルバムのことをね、あの皆さんに、うん、あの好きになってもらいたいなっていうところで、うん、やっておるハンドバイハンドラボでございますのでね、はい、嬉しいです、それで改めてところ、ね、ありがとうございました。さあ、緊急事態宣言もですね延長されてしまいまして、まだまだちょっとね我慢っていう時間は続くわけでございますけども、9月末にはですね、うん、オーガスタキャンプも控えております、うん、今年のオーガスタキャンプはですね会場での観覧と配信の同時開催となります、うん、オーガスタキャンプ2021、会場は
2015年以来に6年ぶりとなります横浜赤レンガパーク野外特設ステージでございま す, す、ねね、もうあれですよ、横浜中の電気が消えるね横浜赤レンガパーク野外特設ステージ長澤智之君と鳩本裕さんのデビュー15周年イヤーでございます。この2人にどういう形でねスポットライトが当たっていくのか、そちらの方にもご注目いただきたいなと思います。観覧と配信とそれぞれの形で、お楽しみいただけたらと思います。はい、日時は2021年9月25日土曜日、オープンが12時スタート14時でございます。場所は横浜赤レンガパーク野外特設ステージ。そして出演者は京子、山崎正義、岡本貞義、コイル、荒木優子、はじめ千歳、スキマスイッチ、長澤智之、畑元博、酒井優、浜畑陽平、竹原ピストル、松室聖也でございます。ぜひ皆さん、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、それでは最後に本日ピックアップした京子×大野雄二炎の宝物のスタジオパフォーマンス映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。次回もお楽しみに。京子さんも一緒に最後お別れお願いいたします。お願いいたします。はい、せーの、バイバーイ。あー何の打ち合わせも言わず急にやってもらう。私のこの愛
く消え